こんにちは。お久しぶりです。皆さんお久しぶりでございます。いつからショールームしてないんだろう。レミちょっと何だっけ、ドアを閉めて。熊たま、え、そんな待って、あ、紫さん、ありがくまたま、ありがとうございます。そんな、こんなしょっぱな、初めて1分も経ってないぐらいなのにありがとうございます。嬉しい、ありがとう。舞台が無事終わりました。キスバイエイト舞台が先日の日曜日に無事千秋楽を終わり、無事に終えることができました。皆さんありがとうございます。すいませんね、ショールームもマジでいつぶりレベルのショールームなんだけどさあ今日は時間があって眠くないのでします。こんばんは。曲がってね、そんなことない。千秋楽どうでした？なんかさ、あんまりさ感想という感想をレミさ知らない、知らないっていうか、どこに書いてある、なんかツイッターのは見たんだけど、感想という感想をあまり聞いていないので、どうなった、どういう反応なんだろうと思うんですけど、どうでした？皆さん感想をぜひお教えください。待ってます。ダンスを見合ってた。そう、なんかダンスで最初出てくるから最初誰か分かんないんじゃないっていう話をメイクさんとしてました。めっちゃなんかさ、いつもさ出だし走ってるよね、レミ。真面目の時も最初走って出てくるし、今回のキスバイエートも走って出てくるから、なんでなんでだろう、レミって走り役的な。そう、なんかね、ライブパートでも初めてやるユニットばっかりで、投げキスで打ち落とせと君だけにチュチュチュをしたのかな、あと何したっけ、それぐらいかをしたんですよ、ユニットで。すごい嬉しかったです、嬉しかったです。なんか走り方も結構男の子だか、を演じたから気をつけてた。でもね、すごいマネージャーさんたちには J 型1号、アンドロイド彼氏の J 型1号がすごい人気だった。レミ的には一番あんまり好きじゃないし、好きじゃないしね、めちゃ電話のゆいゆいさんと同じ役をしてたあやちゃん役、メス猫のセリカさんのお友達役なんだけど、あれとアンドロイドは本当もともと役、レミの役じゃなくて急遽決まったんですよ。急遽というか本当に、あと初日まで1ヶ月もないレベルのところで決まって、本当に七夕とか最初のロミジュリのは結構稽古とかしたんだけど、その2つに関しては本当に電話のシーンなんて本当に1、2回したぐらいだったから、本当にアンドロイド彼氏もマジで 3回お稽古したレベルだったから超不安で、ずっとそのまま好きになれないままずっと不安でね、できなかったっていうか、
なんか自信持ってあんまできなかったんですね。さとちゃん花束ありがとうございます。そうだからマジ頑張りました。レイドさんお花ありがとうございます。正義さんクマありがとうございます。さとちゃんハートありがとう。そうだからそう学ランでもね結構着てみたいっていう思いはあったので嬉しかったですそうなんですよね。あそう親目線で見てる。どうでした。なんか怖いんだけどレミ。下手とかは言わないでください。心の中で閉じててください。ダンスはハマりません。ダンスは恥ずかしくてさ最初からそれじゃん。それ断層で出るから。なんかレミは徳永レミとしてみんなメンバーのみんなと写真撮りたかったけど、ベンウォーリオっていうその断層男の子役で最初出るからそれでしか写真が撮れなくてちょっと悲しかった。そうAKB の番組って気になって君に来ました。嬉しい、ありがとうございます。でもなんかそうたくさん本当は2役だったんだけど4役もさせていただいたのはすごく横内さんをはじめ演出女子のリサさんがすごいね進めてくださってやらないってお声掛けをいただいて、そう声出てるねって褒められました。なんか一本立ってんのちょっとじわる。織姫人気だよね。織姫ね超衣装可愛かったからすごいテンション上がった。爆上げやばいやつじゃん。ああそうでねダンスしてる子たちを見てるシーン面白くあれ見てる人いるんだね本当にね。レミなんかあんまそうダンスあのあれだよね制服ダンス最初の制服ダンスはダンスが目にいいんだからレミたちを見てる人あんまいないかなと思ってたんだけどメイクさんもそのシーンが好きって言ってくださっててそうだからあ見る人いるんだと思ってダンスばっかり見てるかと思ったから嬉しい。そこそんなにねやめちゃったの気まずい、ね、そうあれねそうなんです。わちゃわちゃゆきちゃんさん、だるまありがとうございます。かっちゃんさん、お疲れありがとうございます。 DD 見ましたかその回ねえ、ダンスなんかね、思い切った演技に好感も出た。もうなんか、自分を舞台に立つときはマジブリの時もそうだったけど殻を破らないとさ、できないじゃん。そういう自分じゃない役を演じるわけだからそうだから本当にね本番前とかもう集中モードに入ってレミこんなそうでもねどうだったんだろう。皆さんの目にどう映ってるか分かんないからさそうなんかさ早ゼリのところがあったじゃん。ロミオを呼び出すあのマキエシオとティボルトが戦うところのロビオを呼び出すとこの長ゼリが長ゼリじゃなくて早ゼリフ知ってますか。そこを本当に、ね、嫌いというか苦手っていうかすごいカタカナがいっぱいでしかもあれ焦ってるところだから早く言わなきゃいけなくてそう難しかった。そう毎回噛まないから今もずっとヒヤヒヤしてて 1,2 回噛んだんですよそれでもうねでも最後らへんはね噛まずにできた。なんかね噛まなかった
そう、桃花さんと美優さんがロミオ役だったから、そう、噛まなかったらね、そう、噛まずに、噛んだ次の日噛まなかったりしたら、そう、ハグしてくださったんです。優しい。いや、本当に大変だったんですよね。そう、ハグしてくださって優しかったです。噛んでる。優しいよね。そうなんです。こんばんは。すごい、唇のギフトなんてあるんだ。ありがとうございます、おうちゃんさん。嬉しい。より仲良くなれたメンバー。でもれいちゃん、藤戸のれいちゃんとはマジでめっちゃ喋ったというか、めっちゃ仲良くなったって言っていいのか分かんないけど、レミ的にはすごい仲良くなったんですよ。毎日メンションしてしちゃってて、ストーリーで。そう、 CM みたいなのも多分イヤホンつけてるから余計ね、聞こえるんだと思う。そうそう、レイちゃんと仲良くなった。あと、サイリンさんとほぼ一緒の場面に出ることが多かったから、お稽古も重なることがあって、そう、よくお話ししてました。あと、ゆうなさんとも話してたかな。でも結構いろいろ、本当にね、いろんな先輩話してた。そう、このさ、ショールーム終わったら、あれ、なんだっけ、インスタライブをしようと思ってるんですけど、どうですか？フォロワーさんも5000人いったということで、記念に皆さんが見てくださるなら やりますけど、嬉しい。じゃあ来てください ぜひ。終わったらすぐやるので。超話変わっちゃってね、ごめんなさいね。そう、久しぶり。来てくださいね インスタライブってね、なんかマネージャーさんに言われたのは、ショールームと違ってインスタライブは人が来にくいというか、そう、だから落ち込まないでね って言われた そうなんです。おしゃれでしょ。おしゃれなんです、インスタライブっていうものは。そう、だから来てください。でもすごいたくさんの方がね、フォローしてくださってて、インスタグラムを、もう5093人の方、嬉しい、すごく。そう、正しい数字が出るからさ、行き来するのが分かんじゃん、すぐ。あ、今誰か抜けた、今入ったみたいなのが明確に出ちゃうから。エフェクトなしがいい。絶対言うと思いましたね、今。だから、ノーマルでいきます。ね。行き来しなくていいですよ、別に、全然。なんか好きだよ。開 ける。ありがとうございます。やべ、最近さ、よくないんだよ、多分この口癖、ウケるって。やめますね、今日から。嬉しい、なんか好きだよって。なんだろう、何な、そのなんかは嬉しいけど、ありがとうございます。さとちゃん、ハート役ありがとうございます。ダメだよね、普通にそこにいればいいですよ。ダメだよね、本当にダメ、本当にウケるって言っちゃう。そう、あ、今週の土曜日もね、お話変えるから、ぜひ来てください。ゆきたんさん、かわいい、ありがとうございます。ふじたんも、めっちゃベストしちゃった、ごめんなさい。ふじたんさんもハートありがとうございます。こういちさんもハートありがとうございます。でもね、インスタ、でもすごい徐々にいい感じのペースで、
フォロワーさんも伸びてるから嬉しい。ベアベアさん誰もありがとうございます。おーちゃんさん唇ありがとうございます。ピグピさんハートありがとうございます。皆さんお話し会も絶賛かわかんないけど受付してるので、たまにね、そうだから皆さん来てください、よろしくお願いします。初見さんでも大歓迎です。最近さ本当に舞台終わってさ、そんな話すことなかったって話してたか、舌が回んなくなった。そう、何話せばいいのかしら。とりあえず来てくださったらある意味は嬉しい、イエーイってなりますので来てください。おーちゃんさん口紅ありがとうございます。なんかさずっとさ舞台期間中さ濃いメイクしてたから超薄メイクで違和感なんだけど、そう舞台の話とかなんかいろんな話をしてます。そう、あ、そろそろ体操服の季節じゃない。そうだね体操服懐かしい。そうレミさん今年はもう焼けないって決めたから日傘さしてるんですよ今年。ああそうだから焼けません。嬉しい、番組で可愛いなって思って気になったので警察に押してもいい、全然何でも押してくださることが私は嬉しいので皆さんぜひ押してください。押してください。日傘してんですよちゃんと、偉いでしょ、意識高めで過ごしてます。はい、なんで笑ってるの日傘に、ちょっとレミが焼けると思ってるでしょ絶対。まじまじちゃんハートありがとう。日傘するよね、大切ですよこの季節。すごい座高低い人みたいになって。舞台見て気になり始めました。嬉しい、でも嬉しいねそれ、超嬉しい、ありがとうございます。なんかな最近割とさ、まあ、舞台とか公演とかで、ね、露出が全然中学校の頃に比べると増えたから、すごい見つけてくださる方がたくさんいて嬉しい。そもりさんとか、そうなんです、嬉しいです。舞台イケメンでしたね、ありがとうございます。し、モーリーさんでね、そうモーリーさん見て気になったって聞いたが結構いて嬉しい。この間の7動画は面白かった、見ました？ TVer でね今放送されてるので本当に見てほしいんですけど、私いや本気で見てほしいです。TVer アプリ入ってない方もインストールしてどうぞ見てください。本当に頑張った、超頑張ったくない？レミ本当に見てほしいんだけど、本当に見てほしいです。切実な願いとして私からお願いしました。はい。あ、そう、いや本当にねもうネタバラシもしないけど怖かった、怖かったです、超怖かった。ぜひ見てくださいね。月末まとめになってたよね、それ思った。ナーニャさんハート役ありがとうございます。部活なんて一般人がやることレミ普通にやってましたよ、中学校で部活。そう、食レポ頑張っ、なんかさ食レポ難しい、すごいだけど勉強していきます。
霜降りさんめっちゃ優しいんですよ。カメラ回ってないところでもめちゃめちゃ話しかけてくださって、優しいの極みすぎて。そう、部活で焦げてたから。そうです、耳赤いね。なんでだろう、耳赤い、すごい。こんばんは。部活はね、ソフトボールしてました。くそ。再来週の森さんね、予告でソフトボール、リミがソフトボールしてるとこ流れてたけど、ソフトボールしたので見てください。藤田さん、ハートありがとうございます。イエーイ。そう、ソフト焼きしてましたけど、今年は焼ける予定はないです。はい、そうです。そう、あ、そうです。まあ見てください、来週の毛利さんを。ラジオも聞いてるよ、嬉しい。ラジオはね、毎週日曜日の9時45分から放送されてるので見てください、ぜひ。皆さん、なんか皆さんがたくさん見てくださることによって、これからのねラジオの番組がいい方向になっていくので。そう、質問とか全然いつでも間に合いますので、質問募集中なので、あの、そう、いい方向に皆さんが見てくださることによって、いい方向にどんどん進んでいくので、感想も質問もたくさんお願いします。うん、今入りでたくさんちょっと見てみますね。見ます。今入りたくさん感想待ってます。あ、質問お願いします、ぜひ。たくさんお願いします。なんかさ、今日のレミ黒い、焼けた？ちょっとさ、ここさ、あーやばいやばい、日に当たるとこいたんですよ、さ、ここ最近。焼けた？な、黒くない？嫌なんだけど、どうしよう。照明？なんか黒いよね、やっぱり。照明もあるのか。無理。え、無理なんだけど。最近超暑い、暑かったしね。そう。え、悲しいね。超悲しい。照明だよね。怖い、やだ。無理。まあこれからが勝負です。うんね。照明だよね。黒くなりませんので安心してください。キスバイエイトでダンスをイケメンすぎて次のお話会申し込もうと思って。ぜひぜひ待ってますので、思ってるじゃなくて、それを行動に移してくださると嬉しいです。キランキラン。マジでちょっとショックが大きいかも。やっぱ黒い、私マジか。これからちょっと頑張ってビタミン飲んで、ね、悔しい。でもしょうがない。雪止め塗ってますよ。
テンションが統治え、なんかさ、やっぱ黒いよね、焦げてない？照明もあるのかな、照明の力。まあいっか。あ、舞台の照明焼けとかもあるかもしれない。どうだろう。まあね、気にせずにこれからなんで頑張ります。皆さんも一緒に日焼け対策頑張りましょう。はい、ねえ、確かにそうだよねあ、悔しい。ガングロギャル、やばいでしょ。ガングロギャルになったらもう火引かれまくるよ、ファンの方から。教室の席は窓際ではない。ね、日焼けしない人マジで羨ましいんだけど。マジで羨ましすぎる。まあね、小麦色がね健康的でいいとは思うんだけど。でも最近さ、なんか暑いじゃん急に。気温の変化激しすぎって感じ。黒ギャルリミットを見てみたい。それは見れないので、それはねちょっとごめんなさい、実現できないっすね。申し訳ない、すごく。今日は S じゃなくて3です。え、嬉しい。将来性半端ないってすごい。でもなんかそう言ってくださる方がね結構嬉しいことにいるので、その期待に応えられるように頑張ります。はい、黒ギャル、黒ギャル役嫌だな。黒ギャル役がメイク大変そう。嬉しい。え、なんかさ、え、超怖いんだけど。なんか色変わったんだけど照明。待って、この色がいい。え、暖色だったからなんか怖い怖い怖い。え、なんで？怖くない？怖い。じゃあ仕方ない。そうです。そう、ひゆかとね気が死んでダブルセンターをさせていただいたんですよ。自然光で配信したら真っ暗だからね。からなんかいつかね、あれ実はエイトの日でね本当はする予定だったんですよ。もう言っちゃいい、言っていいのか分かんないけど、終わったからしたけど、遠隔操作とか怖いこと言わないでくださいよ怖いだから。だけどようやくここでねそう披露することができてよかった。何怖い、後ろの影は徳永レミさんの影です。やば、怖、格好した、格好してません。え、怖い、ね、やめてください。超怖くなってきたんだけど。脅かされてる、私脅かされてる感じ、もしかしたら。
全員の影だよね。そうで、ね、金縛りに会ったことない。そう、でもなんかこうやって肘ついて寝てて腕が動かなくなったことはあります。そう、タイム撮影タイム撮れた方高かった。本当ですか、嬉しい。でも皆さんすごくね綺麗に撮ってくださってて本当にすごかった。めちゃめちゃさ君だけに父だったとかさ超跳ねる超飛ぶのにめっちゃ綺麗に撮ってくださっててすごかった。あ、17期生の話してないね、レミ。話してないです、話せてない。なんかさこれ聞いてほしいことがあって、17期生がまだお披露目されてない時にすごい気まずいんだけど、レミがそうお手洗いにトイレに行ったら17期生の子たちがいてキャー気まずい、こんなところで初対面とかやばいとか思って、で本当になんかとっさにこんにちはって出てしまって、ちょっとなんか緊張しすぎてコミュ障を発動して人見知りとかそう こんにちはみたいになっちゃって、普通さこんにちはとか言わないじゃん、お疲れ様ですとかおはようございますならわかるけど、こんにちはとか出ちゃって超恥ずかしかったの。それをさ日向に言ったの、やばい今ってこんにちはとか言っちゃったとか言ったら陰気じゃんって。そうです、陰気です。本当に本当に恥ずかしかった、超恥ずかしかったし超緊張した。こんにちはとかなんて呼ばれてる、まだ呼ばれたことないし多分レイのこと知らないと思う。そう、なんかみんな大人っぽすぎてね、だって平均年齢高いよね割と。でも同い年の子2ついる、2つじゃない2人いるよね。怖い怖い。さすがに知ってるのかな、知ってたら嬉しいけど知らないに一票。誰この人、こんな人 AKB にいたのって思われてそう。でも舞台でちょっとねお会いはした、昨日話せてない。そう、一個下が中3の子が多分最年少だよね。そう、でもさ最年少でも一個しか変わらないってなんかね不思議な感じする。逆に知られてるのかな、知られてないよ多分ね。先輩っていう感じしなさすぎて無理。最年少じゃなくなった感想ある。やっぱさ結構最年少っていうなんだろう肩書きっていうかワードって強いと思うから、それがなくなったのは結構自分の中では悲しいけど、やっぱそれをなんかマネージャーさんにも言われたんですよ、どうって。最年少じゃなくなったけど寂しいですって言ったら、それはみんな先輩たちも通ってきてる道だから大丈夫だよって言われました。そうね、なんか中1の子とか入ってくるかなと思ったけど、結構さ耳的な予想だとちっちゃい子ばっかりだと思ってたけど、そこもそんなことなかった。そう、確かに8では最年少だよ。そう、平均年齢高いよね。そう、HKT さんね、小学校5年生の子とかいるよね。わかる、みんななんかもうさ赤抜けてるっていうか赤がない、芋っぽさが全く一人もないことに何さっきから電気さ何怖いんだけど、すごい何怖いんだけど、すごい何本当に。そうだからみんなもう出来上がってて怖いです。
かさこのさ照明おかしくない？さっきから。え、なんか、え、怖い、切れたんですけど。え、超怖い、切れたよ。なんで？あ、ちゃんと刺さってなかったか、ごめんなさい。怖い怖い怖い、つきました。マスクス鹿児島さん、ホイミありがとうございます。演出だよね、きっと。違う、多分ね、取れたんだよ。そう、そうですね。何時までしよう。とりあえず、でももうちょっとしたらランキング読みますね。やっぱいいですね、こうして皆さんとショールームでお話しするって楽しいなと思いました。これからは結構できるときはやるって感じにするので。そう、自作自演、まさかの気まずい、気まずい。なんかね、あのセブンのティラミスのかき氷あるじゃないですか。それ超美味しいので皆さん食べてみてください。そう、あれ美味しいよ。テストはないですので、テスト勉強は大丈夫だけど、勉強はしなくちゃいけない。舞台でね、あんま学校行きてなかったからノートを写します、頑張って。あざと女子なの、あざと女子なんてリミ言われたことない。言うじゃない、なんかリミがあざといって自分ではちょっと。と、そう、あざといとはね、逆だよね。まさきさん、え、すごい、キュンキュンです、ありがとうございます。なんかさっきから一本立ってんの気になるんだけど、やだ。にしちゃんさん、ミラーボールありがとうございます。立花さん、かわいい、ありがとうございます。ねだよね、あざとい子は人気だから、じゃあレミもこれからあざとい路線で行こうかな。やだ、自分が納得できない、それは。ちょっと、ありがてえだって。ありがたいですか、本当ですか、ありがとうございます。なんかやばい。絵文字が物語ってるけど大丈夫？超体調悪そうな、レイのあざとい見たら体調悪そうな絵文字、気まずい。え、今日からレミ倒しになりました、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。でもなんか怖いよね、17期生入ってきたから、なんか怖い、なんか初めての後輩って怖い、怖いっていうか怖い、やっぱノリに乗ってるっていうか。 TDC も出てたし、 TDC リンも出たいです、出てたしね。だから羨ましいなっていう目で見てました。でも自分のペースで、なんかそう変にさ焦っても自分がしんどくなるだけだから、怖いっていうのはなんか、なんだろう、怖いっていうか焦るっていうか、どういう感じか分かんないからね。そうけど、なんか変に焦ったら自分がおかしくなっちゃうというか、自分らしくいられなくなっちゃうから、自分らしくこういう活動して楽しむのが一番だと意味を持ってるので、なんか変に気負わずに、なんか、なんだろう、新しい子が入ってきたなぐらいの目で見るのが大切なのかなと思います。そう、なんか17期生の方がダンスとか多分上手くても、レミはレミのペースで行きたい、全然。そう、自分を見失わないのが一番だよ、本当に。そう、なんか変にね気負ってたら、自
自分がクラシックになっちゃう普通に。うん、ありがとうございます。ということで、いい話をしたということでランキングを読みます。あ、たくさんギフトもありがとうございます。13位ホーク、アットマーク、香港チームメイトと、16位箱石さんありがとうございます。12位ナーニャー、神吉、キスバイエイト千秋楽見てたよさんありがとうございます、嬉しい。11位レイドさんありがとうございます。10位ショートさんありがとうございます。9位フルカットマークレミタン、推し舞台すごく良かった大好きさんありがとうございます。8位おーちゃん、レミ組レミタンの笑顔大好きさんありがとうございます。7位まさきさんありがとうございます。6位藤田アットマーク、配信お疲れ、見たさ舞台最高でしたさんありがとうございます。5位ゆきたんアットマーク、舞台でのレミタンすごくかっこよかったよさんありがとうございます。やった。やい、まさよし、アットマーク、カメラ目線感謝さんありがとうございます。たくさん写真撮ってくださってありがとうございます。3位立花アットマーク、キスバイエット楽しかったよさんありがとうございます。2位さとちゃんアットマーク、レミタンのポニーテがめちゃかわいいにゃさんありがとうございます、イエーイ。1位紫アットマーク、紫レミ組、今日はレミ組総称決定2周年。そうなの、すごい、そんなの全然気にしなかった、ありがとうございます、ありがとうございます。タワーもありがとうございます、ありがくまタワー。ではキレミ、20位に井上義弘さんありがとうございます、おめでとうございます。32位、ウェセーネームさんありがとうございます、すいませんちょっと英語が、ありがとうございます。ラスト65位カジノファンテンさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。くそ、ちょびちょび出てんの気になるから後で聞きます。ではスクショ、そう、この後インスタライブをちょっとだけしようと思ってるので、ぜひ皆さん来てください。ありがとうございます。ではこの後、ちょっと緊張するな、ちょっとすぐやると思いますけど、インスタライブをするので、ぜひ皆さん来てください。ではまた後ほど、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ、またねー。